はい、皆さんおはようございます。シミリスの主です。今回なんですけど、東海高校の問題で四角形 ABCD の面積を求めてくださいという問題をやっていこうかなと思ってます。この問題なんですけど、一つは誘導的な解き方、まあ入試で誘導があるんでその解き方をやっていくのと、もう一つは別解をやっていこうかなと思ってます。よろしくお願いいたします。初めなんですけど、まあ誘導では AD を求めてくださいって言われてるんですね。その時に、まあ、補助線でこんな風に引いていきます。そうすると45度でここ90度なんですね。なぜかって言ったら円周角の定理ですね、2倍になると。でここの接点が90度ということから、これいらない、ここから90度というところから、まあ、半径長さ一緒、長さ一緒なんで、これ直角二等辺三角形なんですね。45度ということは1対1対ルート2という形なので、2ルート2の長さだということがわかります。そしたらその次これを消します。いらないんで、よいしょ、こんな感じね。でその時に補助線引いていきます、垂直に。だここの直角なんで、直角45度から45度と出てきます。長さ一緒、長さ一緒です。またここの75度とこの三角形見た時に接弦定理って出てくるんで、75度から45度引けば30度だって出てきます。そうすると30度、90度なんで、ここが60度だということがわかります。ただ、ここに直角三角形の30度、60度、90度のやつが出てくるんで、三角比ですね。2対1です。なので、ルート2だと。2対1対ルート3なんで、ここはルート6だと。で、ここは直角二等辺三角形、長さ一緒なので、ここはルート6と。で、その後にこれが2倍ということがわかるんで、まあ、ルート12なんで、2ルート3ということがわかります。またここが錯角なんで、45度で30度だと。75を引いてね、45を引いたら30度だということがわかります。またここに補助線引いたときに、最初にこの円周角で45度と、ここ45度出てくるんですね。またこの弧の長さから75度と75度が出てきます。ということは45を足す75なんで、120度だということがわかりますと。で、そしたらここは30度だと。長さ一緒、長さ一緒の、3つしとこうか。長さ一緒の二等辺三角形が出てきたということがわかります。それではその次に、こういうふうに垂直に下ろすと、角度一緒、角度一緒ですね。で、長さ一緒になります。ってことは、ここは60度だということがわかるんで、まあ、ここがルート3。長さ一緒やからね。半分やから。ルート3の1対2対ルート3で、ここ1ですね、長さ。そうすると三角形2枚が求まりましたという形になります。ただ求めていきましょう。最初ここの三角形を求めていきましょうか。そうすると底辺が2ルート3、2ルート3ですね。で高さが1でかける2分の1だと。その次これですね、これが底辺が、2ルート足すルート6ですね。2ルート足すルート6と、2ルートじゃん、ルート2足すルート6ね。で、その次高さがルート6だということが分かるんで、かけるルート6だと。で、かける2分の1。で、これ計算すると、ルート3足す、これルート2足すルート6で、ルート12だと。で、2ルート3になるんで、かける2分の1やから、ルート3。で、ルート6かけるルート6は6で、かける2分の1なんで、足す3と。ってことは、2ルート3足す3ということで、平方センチメートルと出てきます。これが一つ目の答えです。で、誘導を、まあ、やりたくないというときにはどういうふうにやるかっていうと、ちょっと消していくね。その次なんですけど、また同じくこんなふうに補助線引きますと。この時に、まあ、45度はここ90度で分かって、接点がここ90度なんですね。ってことは、平行だということが分かります。これとね。あ、ここ書くの忘れた。平行ね。で、その次なんですけど、こんな風に、もう一個、補助線を引きます。長さ一緒になります。で、その次なんですけど、この75度で、ここも75度なんで、45度と、30度だということが分かります。ってことは、ここも30度だということが分かると。
で、また錯角から、75度の45度引けばいいんで、ここは30度だということがわかります。まあ、それから錯角でもいいよね。錯角でも。で、その次に、まあ、二等辺三角形でわかったから、ここは120度だって出てきます。で、また同じようなテクニックですね。これで、円周角の定理が出てきますね。最初に、この弧から45度、45度です。で、この弧から75度、75度なんで、120度だって出てきます。で、30より120度なんで、ここは130度だと。で、そうすると、この三角形と、この三角形なんですけど、合同の三角形なんですね。で、なぜかというと、ここは共通で、角度、底角が同じだから。っていう形から、こういった、まあ、平行四辺形、もしくは、ひし形が出てくるっていう形になります。そうすると、その次何やるかって言ったら、補助線なんですね。ここに垂直にやると、60度、30度っていうことから、で、ひし形なんで、ここ長さ一緒なんですよ。2センチ、2センチ。2センチ、2センチで、ここも2センチなんで、2対1。で、ルート3の関係になります。ただ、ひし形の面積は求めれた。で、直角、二等辺三角形の面積も求めれますね。で、そしたら最後にここの面積求めたいんで、ここの角度って何度だって言ったら、150度なんですね。なぜかって言ったら、90度、120度を360度が引いたら150度だということがわかります。で、その次にここは15度だ、15度だということが出てくるんで、この三角形の解き方を考えていいと。そうすると、落ちた。そうすると、こういった薄っぺらい150度の三角形で補助線引いて直角にやると、ここは2対、まあこれ30度なんで、2対1対ルート3ですね。だからこう1になると。で、ここも長さにしたら2なんで、底辺かける高さっていうのが出てくるんですね。そしたら、これでもう一回面積を求めていこうと思います。最初は平行四辺形なんですけど、平行四辺形が、まあ底辺が2だと。で、高さがルート3なんで、かけるルート3だと。で、直角二等辺三角形は、この一辺かける一辺かける、まあ割にすればいいですね。だから2かける2、ちょっと見えるかな？ここね。なので、足す2かける2かける2分の1だということがわかります。で、その次に、底辺かける高さ割に。ここ2センチですね。だから、底辺かける高さ割に。押せばいいんで、底辺かける高さかける2分の1です。で、これ計算すると、まあ2ルート3。で、これが2。で、その次にこれが足す1か。ってことは2ルート3足す3ってことなので、同じ答えになるっていう形になります。はい、どうだったでしょうか。今回なんですけど、結構、まあ、僕も解放というか、これ結構長かったんで、まあ、普通にゆっくりやろうとしたら結構簡単にはできるんですけど、今日は覚えるのが苦手すぎて、まあ、止まってしまうことあって何回も動画撮りましたね。で、最初の誘導の方が、まあ、結構やりやすくて、解きやすかったなというところはあるんですけど、その次の問題のところで解きにくかったところは、やっぱりここの三角形の証明の時にたまに詰まってしまったんで、たまにっていうか2回詰まったのか動画撮る時に。だから、ここの証明っていうの結構力つくんじゃないかなと思います。で、あとは、ここのところの証明で補助線行けばいいのに、なぜか、この正三角形からもう一回やるとかやってしまって、悪おこしいことやってたんで、もう一回取り直してるんで、まあ、ここのひし形のところは結構実力つくんじゃないかなと思います。はい、そういった形で、今回の動画が面白いと思いましたら、ぜひともグッドボタンとチャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。皆さんの応援で頑張ってます。はい、楽しくやらせていただいてます。なので、皆さんと一緒に楽しく、で、あとは、まあ、面白くやっていきたいなと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。それでは次の授業で。それではまた。バイバイ。じゃあね。ご視聴ありがとうございました。今回の問題面白い、分かりやすかったグッドボタンを、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた。では。